ショータイム。ネトヘのユージヤです。 T 隊長です。隊長でございます、はい、今日はこちらですね、16の性格、ポール・ディ・ティガーさん、はい、バーバラ・バロン・ティーガーさん、性格タイプを知って獲得する充実した人生と人間関係、はい、という本を買ったんですけども、アメリカフォーチュン誌で選ぶ優良企業500社の多くでも採用されている人心把握法とあるんですけど、要は、まあ、16タイプ、外向内向、感覚直感、はい、思考か、ここでは情緒っていう言い方、感情ではなく、であとは決断か柔軟かっていうタイプで分けていくと16タイプになりますよねっていう、まあ、いつもやっているこのセルフヘルプ術とはまた違った本なんですけども、こちらの本、まあ、特徴としては、まあ、16タイプのに分けてっていうのがあるんですけども、人を見るときにこういうところがありますよねっていうので、なんか練習問題とかついてるんですね、はい、で、あ、この人何タイプだなっていうのを見ると、またその人との付き合い方が、よくまあここでやってるエニアグラムと一緒ですよね。まあ、エニアグラムは本当は自分ですけど、まあ、エニアグラムもそうですけども、はい、まあ、自分と、あと他人を知るっていうところで、まあ、役に立つものだよなんて話をしてるんですけども、はい、これはその人を16タイプで分けるとどんなタイプでしょうっていうことなんですけども、人のタイプを分けるときに、よく何が出やすいのか、はい、っていう話で、こういうピラミッドの絵が出てくるんですけども、一番先に出てくるものとしては、レベル1で出てくるのが、違う動画でもやった4つの気質ってやったじゃないですか、SJ、SP、NT、NF、そこがまず先、先というか分かりやすい部分、4つの気質が出てきて判断しやすいみたいな風に挙げられてるんですけども、じゃあ、我々のよく知るキャラクターが何タイプかっていうのをちょっとやってみませんか、考えてみましょう、考えてみましょうと、というところで、まあ、何が身近なんでしょうね。何が身近ですかね。アニメですかね、ま、皆さんも分かりやすくて、アニメ、あのキャラ診断しやすい、あと、あの、はい、もうすぐ第2期、アニメがやるじゃないですか、鬼滅、あの朗角編、僕も最近読み終わった鬼滅、はいはい、あ、はい、じゃあまだ記憶に新しい、記憶に新しい、っていうところで、じゃあ一度エニアグラムの診断をやった、はいはい、主人公かまど炭治郎が、この16タイプでいうと何タイプになるのかっていうのをちょっとじゃあ探ってみたい、はいはい、ちなみにエニアグラムだとかまど炭治郎は、前の動画では僕は6って言ってた、あの責任感から、僕もあの前の動画では6って言ってたけど、はい、読み終わったら6じゃないっていうのは、お、というのは9か1か9ですか、9ウィング1か、はい、まあ、9、そのなぜなぜっていうのは、まあ、一つは、はいはい、鬼に襲われなかったら、はい、ずっとこうエッサエッサってでやってそうな炭を作ってそう、炭を作ってそうな感じがする、はいはいはい、どうしようどうしようとか不安はそんなになさそうな、あ、ごめんなさい、言葉ある方はすいません、能天気感はありますよね、能天気感はある、のほほんとした、のほほんと、あの実験、そう、のんきな感じがありますよね、なのでこう中じゃないかなみたいな、今一通り読み終わって、はい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 、っていうとこですね。なるほど。ではそんな炭治郎くん、はい、炭治郎これ前にもやった、はい、あの、善逸の真似でございます、はい、そう、まあ、一通り全部本を読み終わって、はい、一番思ったのが、はい、善逸と二等兵が被るっていう、じゃあ善逸はまたどっかでやるとして、はい、炭治郎くんは何タイプなんだろうというところで、16タイプで、16タイプの中から、ちなみに外向か内向か、この
分け方としては、うん、外向型っていうのは、うん、熱心な顔つき、態度、おしゃべり、生き生きとした表情、考えをすぐ口にする、声が大きく早口、せっかち、注意力散漫、周りに人がいるのが好き、目立ちたがり屋で主役になりたがる、なんていうのがあります、はい、で内向型っていうのは、落ち着いた控えめな態度、口数が少ない、温和な表情、考えてから話す、ゆっくりとした静かな話し方、集中力がある、裏方に徹する、なんてあるんですけども、内向じゃないですか。内向ですね炭治郎君は、ここで言うと、まあ僕多分外向なんですよ。外向いい、いい、愛、愛、炭治郎君も愛ですね、愛な感じはしますよね。愛が出ました。はい、じゃあ先にまず外向って言っちゃいましたけども、はい、SP、SJ、NT、NF だと炭治郎何に見えます？もうそこで言われると、はい、ちょっとその説明がいまいち思えてない。要は SJ っていうのは伝統主義者、伝統主義者、エピメテウスですよと、あ、エピメテウス、はいはい、で SP っていうのは、バッカスです。あ、はいはい、自由主義者、自由奔放、で、NF っていうのはアポロン、自由が好きだけども調和、自然との調和とか、で、NT はプロメテウスですと、エニアグラムでいうと、まあ、ザ・タイプ5、物事を発明して思考して考えるみたいなっていうところが、ただ NT は NT で、その現実には縛られない、今のものは全て古いぐらいの、だと僕の中で炭治郎は SJ です。 SJ っていうエピメテウス、あ、伝統主義者。バッカスはないな。バッカスないですよね。で NT もないな。 NT もないですね。で NF はありそうですね。 NF はありそうかなっていう、はい、あ、だから僕もその伝統主義者か、はい、NF かっていうのがなんとなく2人の、はい、で僕の中では SJ な感じはしてます、炭治郎くん、で次は感覚か直感か、感覚か直感か、N か S かですね、はい、N か S か、感覚、S の方、はい、明快で率直な話し方、誇張せずに事実と実例を挙げて話す、はいはいはい、直感覚、感覚の人ですね、あと言葉は道具に過ぎない、肉体を意識している、実用的な仕事に惹かれる、細かい事実について話す、過去を正確に記憶している、相手が考えをまとめるまで辛抱強く待つ、ノンフィクションを読むのが好き、なんてあります、次、直感の人、N、複雑で分かりにくい話し方をする、次から次へと話題とか発想が飛ぶ、よく比喩を使う、自分自身を表現するために言葉を選ぶ、常に頭を働かせている、まあ、肉体ではないということですね、あと、フィクションを読むのが好き、 SF とかですかね、同じことを何度も繰り返して言う、長期的なこと、全体像について話す、将来を心に描く、なんてあるんですけど、炭治郎どっちだと思います？ S、 S ですよね、S、そうなんで僕も S だと思ったんですよ。さっきの4つの記述でいくと、はい、SJ か、はい、NF、はい、でいくと SJ に絞られてきたって来た感じはしますよね、はい、では、思考か情緒か、フィーリングか、シンキングか、でいきたいと思います、思考型、思考型、シンキングの人、冷静に振る舞いよそよそしい、一見鈍感、無遠慮で ぶっきらぼう、事務的、議論や討論が好き、面の皮が厚いように見える、
すぐに要点に入る、うん、相手の都合を聞かない、うん、感情を出さない、うん、感情っていうのは感情を出さない、うんうん、お世辞を言わない、うん、なんかもう分かってきましたね炭治郎くんが炭治郎分かってきた。じゃあフィーリングの人たちは、はい、温かく親しみやすい、うんうん、人の感情に敏感、うんうん、優しく社交的、うん、社交辞令をさらりとこなす、うん、議論対立を避ける、傷つきやすい、はい、相手の都合を尋ねる、うん、気前よくお世辞を言う、うん、あやふやな言い方、はい、自分にしかわからない言葉、うん、社会貢献できる仕事をする、うんうん、っていうと、うん、炭治郎くんは F ISFJ ISF まで来ました、うん、でも最初の4、まあ、4つで言うと SJ なんですけど、うん、じゃあ最後に確認として、うん、決断か柔軟かを見てみましょうと、うんうん、でも確かに、うん、炭治郎くんはバッカスじゃないんですよね。バッカスじゃないですよ。そうなんですよ。でもまあ一応、はいはい、決断型、はい、J ですね、うん、堅苦しく形式にこだわる、うんうんうん、あ出ました真面目真面目、うん、責任ある地位につき人を支配したがる、うん、素早く決断を下す、うん、断定的で強いこと意思を表す、うん、せわしなく早いペースを好む、うん、完璧で隙のない服装、うん、目標を立ててやり遂げる、うん、仕事を終わらせることに力を注ぐ、うん、姿勢がいい、うん、慎重に素早く歩く、はい、で、柔軟型、うん、P ですね、e、気楽で型にはまらない、うん、遊び好き、うん、順応力がある、うん、決定を先送り、うん、のんびりしたペースを好む、うん、のんびり歩く、うん、猫背なんていうのが挙げられていて、うん、ここで言うと、うん、炭治郎くんは、うん、ISFJ、うんうん、多分もう、そう、いろんないですよね。これはいろんない、分かりやすい、はい、分かりやすい、うん、エニアグラムは結構いろんが、うん、そう、その6にも見えるし、はい、9にも見えるしみたいな、この外交、うん、一つ取っても、うんうん、そのタイプ7的な外交なのか、うん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 、タイプ3的な外交なのか、うん、8の外交もあれば6の外交もあればみたいな、うんうん、見方がいろいろ、気持ちによって外交は違うんですけども、うんうん、外交か内交かで、うん、この16タイプだと分けやすい、うんうんうん、っていうところで、じゃあ炭治郎くん何タイプかでいうと、うん、ISFJ で、うん、ISFJ は、うん、組織の中で生きていく人、うんうん、なんていうことが挙げられてるんですけども、うんうん、ISFJ の弱い点が、調和を重んじて、うん、優しく心が広いが、うん、自己主張が下手、うんうんうん、で人と対立する状況から逃げてしまう傾向がありますねと、うん、また部下を規則で縛り付けるのが嫌いで、うん、上司として客観的な評価を下すのも苦手、うんうんうん、なので管理職向きじゃないなんて言われています、うんうん、なのでアドバイス、炭治郎くんにアドバイス、全国の炭治郎くんにアドバイスですと、はい、相手を尊重しすぎて、うん、逆に利用される恐れがあると、うんうんうん、また人の話を親身になって聞くのはいいけど、うん、時として、私生活を根掘り葉掘り聞き出し、うん、相手のプライバシーを侵害しがちだと、うん、なので同情心も結構だが、うん、ほどほどにしましょうねと、うんうんうん、いうのが、はい、炭治郎君への、はい、なんで朗角編でまた苦労しますけども、うん、苦労ずっと苦労しますもんね最後までそうですね、そう、はい、っていう、はい、この人は何タイプかっていうと、うんうん、また16の性格っていうのでも、はい、これからやっていきたいと思います、うんうん、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。